三遊亭円調作、神経重ねが淵、第十六回、七十一、お住みは、下月8日から広めをいたしまして、客を取るようになりました。なれどもお住みは訂身なものでございますから、いいように切り抜けては、客と一つねをするようなことはいたしません。 元より器量はよし、様子はよし、その上世事がありまするので、大して客がござります。ちょうど十二月十六日、ちらちら雪の降る日に、山倉富五郎がやって参りましたが、客が多いのでいつまで待ってもおすみが来ません。そのうちに、おいおいと夜がふけてきますが、 お墨は他の客で来ることができませぬから、代わりの女が時々来ては尺をして参り、その間には手酌で飲みましたから、よほど酒の回っているところへ。隔てのふすまを開けて入った人のなりは、じゃがらっぽい島の子袖にて、まあその頃はおめしちりめんが相場で、頭はだるま返しにちょっとした玉のついたかんざしを刺し、 バラフのフの切れた櫛を横の方へ避けて刺しており、襟にはこっくりお白いをつけ、顔は薄化粧のところへ、酒の相手でほんのりと桜色になっております。帯が自堕落になりましたから、白ちりめんの湯巻きがちらちら見えるという、前とはすっぱり違ったこしらえで、とみさん。いや、これはどうも。 あどうもこれは私はねトミさんじゃないかと思ってないない店でこうこう言う人じゃないかというとそうだというから早く来たいと思うけれどもながっちりのお客でね今やっと抜けてきたの本当によく来たねこれはどうも甚だどうもご無沙汰を実はその不慮の災難でご疑念を被りました それゆえお宅へ参ることもできない。こんなつまらぬことはないと存じて、存じながらご無沙汰を。ただいままでじゅうじゅうごになりましたあなたが、ご利益になってこちらへいらっしゃったことを聞いて、尋ねて参りました。どうも妙でげすねご様子がずっと違いましたね。お前さんも知っている通り、べんべんとああやっていたっても、 先の見当てがないし、そんならばと言って生涯楽に暮らせるといったところがあんな百姓屋で何も見るところも聞くこともなしただ一生楽に暮らすというばかりじゃしょうがないから江戸へ行こうと思って江戸には親類があって大小をおさす身の上だからちっとも早く頼んで身を固めたいと思って離縁を頼むと不人情者だって腹を立って。 狐ま田の狸ま田のと言うから、いまいましいから強情に、無理無体に縁切り状を取って出てきましたの。江戸へ行くにも小遣いがないもんだから、こんな真似をして、身なりもこしらえたり、金の少しも持って行きたいと思って、ついにこんなところへ落ちたから、笑っておくんなさい。笑うどころか、まことにどうも、何か。 必ず私は買いに来たというわけではありませんから、決してご立腹くださるな。そんな湿気の次第ではないが、どういうわけで羽生村をおいで遊ばしたかと存じて、ご様子を伺おうと思って参ったところが、数根傾けて大目で。てま、これから二人で楽々と一杯飲もうじゃないか。 早く来て久しぶりで昔話をしたいと思っても、長っちりのお客で、めったに帰らぬからいろいろ心配して、やっとお客を外してきたの。まあ嬉しいこと。大うお前、若くなったことね。恐れ入ります。あなたのご様子が変わったには驚きましたね。どうも。前とはすっかり違いましたね。さ。 おししいたしましょ。これはどうもあまあちょっと一杯さようですか私は大きなものでなくっちゃ酔わないから大きなものでほっと酔って胸を張らしたいの嫌な客の機嫌気づまをとって嫌な気分だからね富さん今夜は世話を焼かせますよ大きなものでええ湯飲みであがりますか ガシはちっとも上がらなかったんですが、血に交われば赤くなるとか。妙でゲスな。お釈をいたしましょう。これは妙だ。どうも大きなものでぐーっと上がれるのは妙でゲスな。これは恐れ入りましたな。私は酔ってトミさんにわがままなことを言うけれども、トミさん、聞いておくれな。うーん、大隅さん。 必ずご疑念はお晴らしなすって。宗次郎さんを私が手引きして殺させたというので、花車の関取りが私の背中をどやして飯を吐かせるというから、私は驚いて、あの腕前ではとても叶わぬから一生懸命逃げたんだが、あのくらい苦しいことはありません。それゆえご無沙汰になって、 あなたが枕付きで客をお取りになるということを聞いて、今日口をかけたのは愛すみませぬが、実はどういうわけかと存じて、ただご様子を伺いたいというので参っただけで。まあ、そんなことはいいじゃないか。今夜私は酔うよ。お相手をいたしましょう。お相手も何もいるものか。 大きな湯飲みに一杯受けて、息もつがずにぐっと飲んで。さあ、富さん。私はもう数婚。え、お尺でゲスか。おきつぎには驚きましたね。それだけは、妙なものでゲスな。あなたお酒は元から上がりましたか。何、旦那のそばにいる自分には。 つつしんで飲まなかったんだが、ここへ来てからいただくようになりました。え、ありがとう。もう、おすみさん、増加ご疑念をね、これだけはどうか。わたし集まらん災難で、わたしがなんぼなんでも、一画は知らないやつ、会ったこともないやつに、なんで格のごとくなあご疑念がかかるか。 私も元は大小大したもの。このままには捨ておけぬと、よっぽど争いましたが、関取がむやみにぶつというから、あの力でぶたれてはたまらぬから逃げるというわけで、実に手前、つまらぬ災難でゲして。いいじゃないか。私に何も心配はありゃしないやね。羽乳にいる自分には悔しい。 かうちをするというから私も連れてそう言ったけれどももうあそこを出てしまや何も義理はないから私に心配はいらないがただ聞きたいのはとみさん忘れもしない羽生にいる時お前が酔って帰ったことがあろうその時お前が旦那のいないところで私の手を捕まえて江戸へ連れて行って女房にしてやろう 運といえばわしが身の立つようにするが江戸へ一緒に行ってくれぬかと言っておくれのことがあったねえあれは本当の心から出て行ったのか私が名主の女房になってたからお世辞に行ったのか聞きたいねえこれは恐れ入りましたこりゃあどうも。 ご返答に差し支える。かりゃあ恐れ入ったねえ。富五郎困りましたね。おやおやまたいっぱいになった。あなたそばからおきつぎはいけません。よほど酔っているからもうごめんなさい。あれはお隅さん。あなたが恩人の内包になっているから居候の身として酔った紛れで女房になれ。 江戸へ連れて行こうと言ったのは、実にすまない。すまないが、心にないことは言われんようなもので、富頃、深くあなたを胸に思っているから、酔った紛れに口に出たので、どうも、実にご無礼をいたしました。どうか平にごめんを。謝らなくってもいいじゃないか。 本当にお前が心に思ってくれると言えば、嘘にも嬉しいよ。富さん、私もね、いつまでもこんななりをしていたくない。江戸へ知れては外分が悪いからね。江戸へ行くったって、親類は絶えて恩心がないし、本当の兄弟もないからなんだか心細くって。それには男でなければ力にならぬが、こういう、 汚れた体になったから、今更行けない。行けないけれども、お前がね、私のようなものでも連れて行って、女房にすると言っておくれなら、私も親類へ行って、この人も元はこれこれのお侍でございましたが、運が悪くってこういうわけになったからと言って頼むにも、二人ながら武士の家に生まれたものだから、親類へも話がしい。 よトミさん本当にお前私がこういうところへ入ったからいけないかえ前に言ったことは嘘かえこりゃなんとも恐れ入ったねうまいことをおっしゃるなまたいっぱいになったそうついじゃいけないえ本当にそんなことをする気遣いはないて。 どうかご疑念のところは私は困るよ。どうも理不尽に私を疑って背骨をどやすと言うから驚いて言い訳する間はないから逃げたのだが神かけて富五郎そんなことはないのでそんな心配はないじゃないか何だねお前私がこんな身の上になっていても。 仇とか何とか言って騒ぐと思っているのかえ私は表向き広めをしたわけでもなし、仇を打つというほどな深い夫婦でもない。それほど何も義理はないと思うから、悪態をついて出たのだもの。そりゃあ義理はありましょうが、私はあなたがあんな愚痴ばばあの機嫌をよくとっておいでなさると思っていました。 あなたがこれを出るのは本当でゲス。ごもっとまでゲスね。だからさ、お前が嫌なら仕方がないけれども、本当ならお前のためにどんな苦労をしても、嫌な客を取っても、張り合いがあると思っているのさ。それには、犯人がないといけないから、お前犯人になって、そして私が稼いだのをお前に預けるから。 私を江戸へ連れて行っておくれな。本当ですか。あら、本当かって。私が嘘を言うものかね。憎らしいよ。会いたい。つねってはいけない。そういう。またいっぱいになってしまった。いけないね。だが、お隅さん。本当に、ご疑念はお晴らしください。富五郎。 迷惑至極だてね。どうもうるさいよ。まだどこまで疑るのだね。そんなに疑るなら証拠を出してみせようじゃないか。そら、これが羽生村から取ってきた離縁状と、これはお客にもらった三十両あるのだよ。お前が真実女房に持ってくれる気なら、このお金と離縁状を預けるが。 お前も確かな証拠を見せておくれよ、富ミさん。本当ですか本当なら私だって。親類もあるから、お前さんと二人で行って話をすればすぐだね。そりゃあ小さくもご家人の株ぐらいは買ってくれるだろう。おすみさん、本当なら、生涯嘘はつかないね。まあ、嬉しいじゃないか。 富ミさん本当かいそりゃあ本当。ありがたいね。じゃあ、証拠を見せておくれな。別に証拠はない。だから憎らしいよ。憎らしいって、あれば出すけどないもの。じゃあ、他に仕方がないからこうしよう。そう話が決まれば。 ここに長く方向させておきたくないからね。どこまでも金の再確をして、早く江戸へ行こう。富五郎浪人はしていても、百や二百の金はすぐにできるから。そう、そんなにいらないが、路銀ンと土産ぐらい買っていきたいね。こうしよう。だって、急にお前に苦労させてはすまないから。 ここで私が二年も稼いでから。何いい。いいからこうしよう。一角を騙して百両取ろう。おや一角さんはどこにいるのんまあいいや。おすみさん。本当にご疑念のところは。またそんなことを。本当にお前は憎らしいよ。じゃあお前は。 一角と慣れ合って殺したことがあるから私がどこまでも敵と狙っていると疑るのだろうそんな疑りあって私を女房にしようというのはよっぽどわからない怖い人だねもうよしましょ書きつけまで見せて生涯身を任して力になろうと思う人がそう疑ってはお金も書きつけも渡されないからよしにしましょ そういうわけではない。決して疑るわけではない。決して疑るわけではないがね。だからさ、疑る心がなければ、一角さんはどこにいると言ったっていいじゃないか。どうして騙して金を取るのか、それをいいよ。う、ん、それは、一角がお前に惚れているのだから。そうかい。 前から惚れてる。それだから一角のところへ行って。お前が高校でございますから、あなたご心臓にしておやりなさい。ついては内省に百両借金がありますから、これを払ってやればすぐにここへ来られるわけだ。出してください、と言えば。ぜひ金を出す。いいえ、出るに決まっているのだから。 出したら借金を払ってお前と二人で、ね、江戸へ行こう。こいつがいいじゃないか。どうもうれしいことね。一角さんはどこにいるのうーん、それ、おかしいね。もう夫婦になって、お前は亭主だよ。剃ってしまって今夜一晩でも枕をかわせば、大事な生涯。 身を任せる亭主だもの。前の亭主の仇といって刃が向けられますか。私も武士の娘。決して嘘はつきませぬよ。七十三。こりゃあ驚いた。さすがは武士のご息女。うれしいな。まったいいっぱいになってしまった。こりゃありがたい。 それじゃあ言おうね。実は私は、お前にぞっこん惚れていたが、宗次郎があってはしようがない。邪魔になると言っても、富五郎の手に酔えない。ところが幸い、安田一角がお前に惚れているから、一角を追いやって愚行寺の裏林で殺させておいて、顔に傷をこさえてうちへ駆け込んだが、 あの通り花車が缶付きあがって、ブツと言うからこっちは殺されてはたまらぬから逃げてしまった。まったく一角が殺したんだが、実は私が追いやってやらしたのだ。私もそう思ってたけれどもね。羽乳にいる時は義理だから、仇と言っていたけれども、こう出てしまえば義理もへちまもない他人だね。 あんな窮屈なところにいるのは嫌だと思って出たんだが、富さん、こうなるのは深い縁だね。どうしても夫婦になる深い約束だよ。これは妙なもんだね。不思議なもので、羽生村にいる時から私が真に惚れればこそ色々な策をして宗次郎を打たせたのもみんなお前ゆえだね。 さんはどこにいるのおとといの晩三人で来て前のうちは柵で売らしてしまったから笠編田堂の横手にこういう案という案室がありましょう二間があって庭もちっとあり林の中で人に知られないからというのでそこを借りていて今夜私に様子を見てこいというので 私が来たのだから、こうこうといえば、ええというので百両出す。なあに大丈夫だ。それで借金を片付けて行ってしまいや、あいつは何とも言えない。人を殺したことを知っているから、何とも言えやしないから、ケブに巻かれてしまうわ。追っかけようと言ってもあいつ、江戸へ出られるやつでないから大丈夫。 そう。本当に嬉しいね。心底お前の了見が知れたよ。これほどお前を思っているのに、それを疑るということはない。まことにつまらぬこと。ここで寝るといけないから、あっちへおいでよ。あっちに床が取ってあるから、さ、このお金と書き付けを。いやあ、そんなもの。 おっことすといけないからお出しと、金とかきつけをひったくって、むやみに手を引いて、細廊下のところを連れて行くと、六畳ばかりの駒がありまして、そこに床がちゃんと敷いてある。さ、おねといったらおね。あら、つっぷしちゃいけないから、あおむけにおなりと、あおむけに寝かし、枕、ま、をさして、 さ寒いからこれよ。ああありがたいこっち入って寝なよ今寝るが寒いからかいまきをいいや雪はどうしたえ何雪は降っているよ夫婦の片目に雪の降るのは縁が深いとかいうことがあるねうん そりゃあ、みゆきというのだ。とみさん、わたしは言うことがあるよ。どうあら、顔を見られると恥ずかしいから、かぶっておいでよ。と、おすみはかいまきをとみごろうの目の上までかぶせて、その上へ乗りました。わたしは馬乗りに乗るわ。何をするのだ 息ができなくってくるし、何をする、切ないよ。本当に富さん、不思議な縁だね。と言いながら、隠してあった合口を抜いて、宗次郎を殺したとは感づいていたけれども、お前が手引きで、一角の隠れがまで、こういうことになるというのは、 神仏のお引き合わせだね。実に神の結ぶ縁だね。こういうことがあろうと思って、私はこの上ない辛い思いをして、恩ある衆とや義理ある弟に愛想尽かしを言って出たのも、全くお前を引き寄せるため。亭主の仇、罰当たりの富五郎、覚悟しろ。 亭主の仇と、富五郎の喉へ突っ込む。うん。というのを突っ込んだなり、飲み口を開けるようにぐっぐっとえぐると、天命とは言いながら、富五郎はバタバタ苦しみまして、そのまま、うーんと息は絶えました様子。お墨はほっと息をつき、 愛口の糊のを拭って鞘に収め、ナムアミダ仏、ナムアミダ仏、と念仏を唱え、宗次郎の改名を唱えてえこうをいたします。お墨は落ち着いた女で、すぐにすずり箱を取り出し、事細かに二通の書き置きを認めて、一通は花車へ、一通は羽生村の宗吉親子のものへ、 実は、旦那の仇を打ちたいばかりで、心にもない愛想尽くしを申して家を出て、麹屋へ参って恥ずかしい身の上になりましたが、幸いに富五郎が来て、これこれの訳と残らず自分の口から申して、一角の隠れ家もこれこれと知れましたから、女ながらも富五郎は、 守備よく打ち止めたから、今夜すぐに一角の隠れ家へ踏み込んで恨みを晴らし、本もをとげるつもり。なれども、女の細腕、もし帰り討ちになるようなことがあったならば、宗吉が成人の上、関取に助立ちを頼んで、旦那と私の恨みを晴らしてください。 仇は一角にそういないことは、富五郎の白状で決まりました。という、関取と母親の方へ、二通の書き置きを残して、そばにかかっている湯沸かしの湯を飲み、懐へ合い口を隠して庭の方の雨戸を開けると、雪は小降りになったようでもふ、ふっふっと吹っかける中を、裸足で駆け出して、 こういう案という一角の隠れ家へ踏み込みまするというお墨仇討ちのお話を次回に。